B-52G の爆弾層爆弾層は、軍用機の機体内部に設けられた爆弾、ミサイル等の収納スペースのこと。初期の軍用機は爆弾を翼あるいは胴体の元にぶら下げていたので、移動中深刻な空気抵抗を受けた。そのため、軍用航空の設計者は、爆弾を機体内部に移動した。これにより抵抗が削減され、速度と航続距離の向上を果たした。 しかし、一方で、爆弾層は、構造が複雑化するため、整備性や信頼性が低く、並走を機内に搭載する必要から、機体の大型化を招き、コストも増大した。また、設計によっては、機体強度の弱体化を招いた。加えて、開閉機構が故障した場合、任務遂行が不可能になるという弱点も浮き彫りとなった。そのため、マーク80シリーズといった、 低抵抗爆弾が普及すると爆弾層は廃れていった。しかし、回 -101、回 -102、回10 -106 は空気抵抗を減らすため爆弾層を装備していた。レーダーによる航空機の探知をより困難にするために開発されたステルス技術の導入以前、爆弾層は主に爆撃機や対戦哨戒機に使用され、戦闘機や攻撃機は 爆弾やロケット弾を翼や胴体のハードポイントに取り付けられたパイロンを介して装備した。しかし、機体外部に装備された爆弾やミサイルが強く電波を反射することで機体のステルス性能が損なわれるため、ウェポンベイの装備が開始された。その例としては、解マイナス117、解マイナス22、解マイナス35がある。最初に開発された方式で、 爆弾を縦に並べて搭載しそれを並列で装備するものである。他の方式に比べ構造が簡単で短時間で武装を投下可能なほか、モードの選択により複数の投下方法を選択することもできる。B-1B のロータリーランチャーリボルバーやグレネードランチャーの回転断層のようなものを内部に装備する方式。大きさが同じであれば、 従来型の爆弾層に比べ多くの兵装を搭載でき、種類の異なる兵装を手軽に混載可能。爆弾層内の特定の武装のみを選択して投下することもできる。構造上、次の投下まで時間がかかり、構造が複雑という欠点がある。回 -22 のウェポンベイ内部にトラピーズと呼ばれるアームが備わっており、兵装はウェポンベイ内で切り離して、 自由落下させるのではなく、このアームが伸びることによって、ウェポンベイ内から機外へと放出される機構となっている。海 -22 などではミサイルを発射するまでは、ウェポンベイの扉は開きっぱなしであるが、例外として J-20 の側面ウェポンベイでは、ウェポンベイの扉を開けミサイルを外に出して、扉を閉じ、ミサイル発射後再び扉を開け、レールを引っ込めるという形になっている。 ありがとうございます。